はい、それではね、スターデューバレーの続きをやっていきます。1年目夏の、3日目ですね。はい、進めましょう。明日は一日中晴れになる。うん、夏は晴れがやっぱ多いですね。はい。今日の精霊たちは少々苛立っているようです。不運な一日になるやもしれません。はい。不運ですか。手紙来てるな。はい。とても言いづらいんだが、幸運の紫パンツをなくしてしまったんだ。信頼できる人間と見込んで君に打ち明ける。もし見つけたら最新の注意を払って私に持ってきてくれ。報酬は約束する。よろしく頼む。紫パンツね。これもちょっと、なんていうんですか、深い話ですよね。うん、なぜそこにあるのかっていうのちょっと、探れば探るほどちょっと、ね、怖くなってきます。はい、釜も持っとこうかな。いらんか。じゃあ持っとこうか。爆弾はいらんね。ちょっと。お花。これだね。あれ ?1 個俺、スイートピー持ってなかった。ああ、ここにあるのか。いいですね。よし。さあ、水やり。よし。マニー、なんか甘いもんだったよね。ケーキとかが好きだったよ。よし、どうしようかな。サイロを立てましょうか。ロビンに頼みに行きましょう。石と木だったっけ？粘土がいったような気がするんだけど。いくつだったかな？粘土。足りるかな？これ。10個ぐらいと、銅鉱石が、5個だったと思うんだけど、この辺だよね、いるの。ちょっと行ってみましょうか。まあ、とりあえずどっかに立っていって、まあ、移動するのはね、すぐできるんで。よいしょ。ロビンはいる。水曜日はいるはずだよね、確かに。牧場施設、家もアップグレードしたいね。家は1万か、高いな。まあちょっとメロンが出来上がるぐらいまでは難しそうですね。牧場施設、サイロは安かったよね、確か。こっちかな。馬小屋も作りたいですね。サイロ、あ、粘土10個か。じゃあよ、肝心なお金が足りてない。材料安いねとか思ったけど、安かったはずだなと思ったけど、それすら持ってなかったな。木を売るか。これ、1個ずつ売れたよね。100、石売るか。どっちがいるかな。石が多いから石を売りましょう。1個2で売れるんだね。100まで売っちゃいましょう。なんてこった。サイロも持ってない。よし。100も持ってなかった。これでいけますね。よし。1個とりあえず立てとくかな。どの辺がいいかな。まあ、とりあえずここ邪魔にならない場所、ここでいいか。どこでの方がいいのかな。これもう最後の方になってくるとこのもう端っこの方に立ってるんですけど、あ、ここあ、ここいいね。ちょうどスペース空いてる。ここでいいか。あ、まあでも何個あるか見たいから、とりあえず1個は家のそばに置いておいた方がいいよね。じゃあまあ1個
とりあえずこの角に置いとこうか。ここね。はい。はい、オッケー。明日一番で新しいサイロを立て始めるね。ロビン、何歳なんだろうね、これね。年齢わかんないよね、結構。またちょっといいか、プレゼント。どうしよう、これを掘るでしょ。お金もんなしになったらまたどうしよう。あの鉱石をね砕いて欲しかったんですけど、そのお金すらないな。ライナスにまたファースニップあげと。はい、俺はよそ者に用心してるんだ。野生の男を好まない人は多いから。性能とくね。ライナス。あ、まだ2つか。もうちょっとだな、ライナス。キッチンも早く欲しいですね。ああ、もう何するにもお金が必要なんだけど、お金がない。これね。割れた壺、あ、これ持っていったらいいの。なんかクエストとかないですか。お困りごとないですか。明日はジャスだね。ジャスないな。ジャスもケーキとかだったよね。甘いもんだったよね。ヘイリーがいます。今日はすごく暑いわね。でもヘイリーだいたいなんか会話短いよね。お花あげときます。エミリーは家にはいないのかな。エミリーも一応部屋に入れるよ。あ、部屋に入れるね。これあげとこう。こっちあげとこうか。あ、びっくりした。ありがとう。このプレゼントからはポジティブなエネルギー。青い、青いの？もしや、あなたもジョジャジョジャ島の信者なのかな、うん、ちょっと気になりますね。そういえば青い髪の毛だしね、うん、エリオット、種まきから収穫まで作物の成長する様を追っていくのは素晴らしいものだろうね、うん。今日はじゃあ釣りでもしときましょうかね。これだけ持っていこうか。夏は何が釣れるんだったっけ。なんかイカを一回釣らないといけない、なんかイベントなかったっけ。イカ、みんな勉強してる。あんまりなんかまでいいや。ちょ、声かけとこう。謎だよね。アビゲイルどこにいるのかもいつもわかんない。家の飾り付け少しはやってる。私だったらそうしてるさ。そうしてるさ。聞いてくれよって。こんな、え、こんな言葉遣いなんペニーって。聞いてくれよ、うん。いつか子供たちを遠足に連れて行こうと思ってるの。うん、森がいいかな。なんか、ペニー先生が遊びに行くならこの本を読んでからってね。はい。てんてんてん、ジャス。なかなか話してくれないね、ジャスはね。これ役はなんか日本人じゃない人がやってそうな感じしますね、たまにね。なんかそんな感じします。うん、さあ、祭りでもしましょう。お金稼がないとね、ちょっとでも。お？ありやか。海の音を聞きに来たのよ。美しい音だと思うね。みんな働いてないのかな、この町の人。何してるんだろうね、ほんとに。ちょっとサンゴも見ていこう。
だけかな。よし。で、釣りしとこうかな。ガラスのかけ。ウィリーいるね。ちょっと打っとこう、これ。アサリ。これはもう持っていったね、一回ね。カニカゴ1500。釣り竿は1800。アップグレードしたいですよね。ちょっと均等に上げていかないと苦労しますね。なんかゴミが多いぞ今日。なぜだ、なぜゴミが。なんかゴミばっかり。コーラか。これは飲んどかないと。ちょっと回復するんだね。ちょっと場所変えるか。あ、ちょっとウィリーの隣にしよう。つ、ゴミばっかりだな今日。なぜ。ダメだな、全然当たらないね。なぜ海藻いっぱい釣れるんだけど。ウィリー釣り上げてるとこ一回も見たことないよね。魚一回も当たらん。なんでだ。そんな日だったの。ワカメを食って暮らせと。ダメだね。場所変えるか。町で釣ろっか。ゴミばっかりだね。この辺で釣りする。お、当たったぞ、やっと。釣りのバーがちょっと あれだね、大きくなってきたね、やっと。レベル1の時とかもうめっちゃちっちゃかったけどね。あんなんよっつってたなって感じです、レベル12になったらもうかなり大きくなりますよね。メガネ、そろそろでもゴミも取っといた方がいいかな。リサイクルマシーンで結構いいね、クリスタルとかになるから、
といてもいいかもしれないね。これはなん、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、これ難しいぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ついていけない。ついていけない。ついていけない。危ない、危ない、危ない。ちょっとこのレベルでは厳しいんじゃないか。これは厳しい。危ないぞ。ちょっと待って、待て、待て、待て。早く、早く、早く。もっと釣り、はい、はい。動くな、もう動かなくていいから、動かなくていいから。ちょっと待って、ちょっと待って。よし、いた。何だ、これ。パイクってそんな難しかった今。あれそんな難しいかな。このレベルだと難しく感じるのかな。あのバーの長さだと。もう油断してたな。今日でも魚全然釣れてないの。また来たんじゃない、これもう。ああ宝も来たよ宝。これ両方はちょっと無理っぽいね。魚、ああ、ちょよし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 、むずい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 よし、パイクね。パイク結構手こずらされますね。これ気抜けないな。もう一匹ぐらい来るんじゃない。これは大丈夫かな。おとなしいか。これなら宝箱取れますね。よし。うん。これは大丈夫でしょう。はい。ブリ、なんでしょう。石炭。まあまあまあいいですね。もう一回ぐらい釣れるかな。大丈夫でしょう、これは。はい、パーフェクト。リー、まあそろそろ行こうか。まあまあ、うん、ゴミどうしようかな。一応取っとこうかな、そろそろ。布とかもね、結構取れるの大きいですよね。魚はまあ、売るでしょ。うん。あとは、石と、この辺は片付け。これも打ったらいいか。ガラスのかけら。こっちに入れとこうかな。いいですね。早くできんかな、メロンとか。もう一個畑いけるかな、この辺。まあでも植える種が買ってこないといけないね。ちょっと考えましょうか、後で。よし、寝る。あ、初見さんいらっしゃい。みゆきさんですかね。よろしくお願いします。スターデューバレーをね、ジョージア社のね、洗脳された。もうね、ジョージア社しか信じない人がね、やってますね。明日は一日中晴れになる見通しです。はい、
今日は運勢がちょっといいですかね。自然と暮らそう。今日は夏にしか見つからない魚を紹介しよう。まずはドラと森の川で一日中見られるよ。それにニジマス。森の川や、山に行けば一日中釣れる、うん。ハリセンボンは海にいる。釣れるのは5個の早いうちだけ。さ、最後はタコ。朝に海に行けば、タコは、まあ別に釣らなくていいよね。イカの方がいるよね。一応ね、はい、牧場名はね、ジョジャ社契約牧場なので、完全にもう手先として動いております。はい、よし。さあ、今日もね、まあ、日課の水やりをしていきましょう。あ、ロビンがちゃんと立ててくれてますね、サイロ。小麦って4日ぐらいでできたよね。ああ、ずれた。契約そうです、はい、もうね、コミュニティセンターの開放はね一切行いません、ね、はい、もういち早くねあそこを助者社のね倉庫にしないと。そのためにここに派遣されてきてるんでね。なんでずれる。一応夏の、作物としてホップと唐辛子とあとここが、今水まいてるところが全部メロンですね、まあ、メロンが単価が高いのでまああと儲けもまあまあいいですしね、その3種類を今のとこ植えてます。あと小麦か、小麦がちょっとだけ。なかなかね、あのピエールのお店はね、潰れないんですよね。はい、地元にね、愛されてますからね。よし。いいかな？どうしよっかな、今日。何しよう。ジャスの誕生日だよね。お、覚えてる、覚えてる。ブドウ、ちょっと南の方も探索に行っていろいろ拾ってきましょうかね。ここも一応エリアあるんだよね。何も落ちてないかな。このなんていうのかな、ブレーキ痕ちょっと気になるんですけど、ね、なんか一回事故があったのかな。まあパムが運転してたぐらいですから事故っててもおかしくない。ちょっとスイートピーをたくさん拾っときたいな。プレゼント用にね、お花が便利なので。まあ誰もいないな。ないかな？ないね。あんまり落ちてないな。種どうしよっかな。もうちょっとホップを植えとこうかな。あ、ルイスこんな土いじりしてる時もあるんだ、知らなかった。はい、あとそうか、マーニーですね。マーニーももうあげてんのか。マーニーも仲良くならないといけないね。紫パンツを。いたいたいた。エミリーもいい。あ、もうあげてんのか。あれ？
ジャスの家は、こっち牧場の方だね。いいですね。でもなんか音楽が夏らしいですね。はい、誕生日プレゼント、親切の移動も、はい、知らない人と話しちゃいけないんだ、うん、あらどう、これどっちが良かったかな。パースネップでいけたっけ。マーニーありがとう。あ、微妙な反応、どっちだろうこれちょっとわかんないけど、マーニー若いでしょこれね。よーよー、何言ってたっけ。ミルク、干し草、これだけか。動物だね。ここにシェーンいるのかな。ないか。まあ仕事か。どうしようかな。まあちょっと一回り回っていきましょうか。あ、これなんだっけ。スパイスベリーか。これも食料にできるかな。この辺ちょっと買っときたいね。なんか通れるようにしときたいな。まだ行けないんですよね。まあ敷地内に切り株はあるのでそんなに困ることはないですけど。よし、魔法使いって最初まだ行けないのかな。なんかイベントがあってから入れるようになるんだったっけ。鍵がかかっている。どうやったっけ、忘れたな。まあいいわ。今んとこそんなに用事ないですよね。ここカーソルが、うん、あ、あった。蝶ネクタイがある。よう、コインを持ってるか。俺帽子売ってるお、男なんだ俺っていうから、オス、オスですね、男っていうか。カエデ、オークか。カエデの木ってどっかあったっけ。自然に生えてるとか。この辺、オークだよね。あ、これカエデか。これ切っとこうかな。うん。よし。と、これもそうかな。じゃあ。よし。こんなもんでしょうかね。こっちもそうか。よし。全体的に杉の木がね多いですよね、生えてるのね。どっかちょっと植林するとこも作りたいですね。もう一本切れるかな。疲れを感じてきた。よし、いけた。よし、いけた。もうこれでギリギリかな。600でしょ。この辺も買っとこうか。きれいにしておきましょう。
大体草はもう枯れたかな。ここにも生えてるね。ね。よし。スプリンクラー欲しいな、早く。なかなかですよね。ちょっと荷物入れよう。楓も一個あるかな。どっか、どの辺がいいかな。植林っていうか、これ邪魔だね。これ切れるの？あ、やる気なかった。これ切れるんだ。やる気なくなった。この辺、植えとこっかな？変えて。4つ植えたいんだよね。ここ植えれるんかな。もう一個上か。ここだね。と、あれ？不正な位置。あ、無理だな、これ。しまったな。ここは、いける。ここと、ここと、ここと、ここでいいかな。よし。で、一本。倒れないよね、もう。大丈夫。一回ぐらいで。いけたね。よしよし。あと、まだ8時だから、もうちょっと動けるんですよね。ちょっとなんか食べるか、一個。これ一個食べようか。よし。で、これこれ。こうでしょ。あとどんぐりが2つしかないか。松とどんぐり、どんぐりもどっかでちょっと拾ってきましょうかね。ここ4つ植えたから、次松をここをこれでいいかな。でどんぐりをあと2つ植えときましょう。ね。この真ん中のやつちょっと切っときたいな。切れるかな。足りなさそう。3。あ、そんなに？いけるか。5回、OK。1、2、3。え？もうまだ動けるよね。4、OK。こんだけ。でいいかな。よし、いいですね。もう1、2、3列ぐらい、ここにちょっと畑増やそうか。ちょっと収穫をね、増やしたいですからね。で、この辺はもう取っといた方がいいかな。まあいいでしょう、これで。はい。すごいね、寝ずに働いてくれてます。よし、寝ましょう。今日はもう寝ますか。はい。はい、それではね、今日のところはこれで終わっておきます。またね、次回続きやっていきますんで、よかったら見てください。では終わってきますね。お疲れ様でした。